ここ尾張名古屋で行われる今日の公式戦メインイベントは三冠王者三沢光晴対この大会2連覇を狙います川田俊明の一戦です。この2人は 5.1 東京ドームでも三冠統一ヘビー級選手権をかけて戦うだけに今日の公式戦お互いに手の内を探り合うという意味においても絶好の機会と言えそうです。あんまり出したくないんですよね手の内を。だからドームを控えてますんで、とりあえずこのシリーズは決勝までね行かないとやっぱりドームメインを張るね資格もなくなっちゃいますんでね。ここのところシングルでずっと当たってなかったですから、どういう手応えがあるか、納得していただけるような試合をしてそれで 5.1 東京ドーム臨みたいと思います。今日は2連覇に向けて重要な一戦ですね。そうですね、一番山だと思います。今や日本プロレス界最高のカードとなりました三沢対川田、この後いよいよゴングです。相手の脇の下に入っています秋山です。エルボー落とす滝原へ。さあダブルの攻撃はどういったものを見せるのか。そのまま落とす完成性完成性キックです。ロープを支えに何とか立っている秋山。さあバックを取ったジャーマンの体勢に入っているが秋山ロープをグッと抱えています。ロープブレイクです。すぐに離れます。秋山も膝を落としてすぐにタックで行こうという構えを見せました。高山対柿原、川田との対戦を望んでこの全日マットに上がっている柿原。しかしキックのキレの良さには全日ファンも虜になりました。エルボー一発や三発キャンプきた4発もう一発いった。ロープを支える。さあここで秋山得意の形に持っていこうというところか。押さえつける井上に変わります。さあ井上コールが大きくなった。長い時間戦ったことがない全日マットでそういう経験を積み重ねていきたいと語っていた柿原、リング下に転落。さあ井上が鉄柵、背中がバチンと当たりました。そしてもう一回もう一回鉄柵、放送席前です。放送席前背中を痛めつけるストンピング4連発。かかとのあたり思い切って全体重108キロをかけていきます。さらに喉元を持つ人間へ戻そうというのか。鋭い視線がリングへと戻った。柿原をリングへ戻します。しかしさらにストンピング、ストンピングの雨あられカバーに入る。カウント10分を経過してペースは徐々に赤コーナー秋山井上組の方に移ってきているようであります。30分一本勝負のタッグマッチ、高山柿原と秋山井上という田植えの決勝の賜物副産物がこの好カードになりました。チャンピオンカーニバルに参戦している田植え明が左足の負傷、この大会決勝、そして変更になったこのカード。さあ秋山ボストンクラブ先からこらえる膝を立てています。想定の気候を知柿原に対しておっと高山のカッポ睨みつけます。エルボーいや膝を落としていく井上が入ります。さあここでさらに2位を2発今度はエルボー、そしてカウント2です。 5.1 東京ドーム大会ではホンダカモンとタッグを組んでヘッドハンターと戦います井上正雄、さらにはアジアタックもその先にはあります。圧をかける2番2からヘッドロック、スリーパーの体勢、首が曲がる、ロープに手をかけた、ロープに手をかけています。高山柿原組 5.1 東京ドームでは前日の最強外国人コンビウィリアムズオブライト組と対決。
さあ試合の権利は秋山に移っています。秋山と柿原ボディースラム。秋山はここからさあサソリに行こうという体勢だ。柿原の足をグッと一回転スコーピオンデスロック。さあ柿原こらえる。ロープまであと1メートル。井上がその先待っている。カットに行こうという体勢だ。ロープに手が届いた。秋山のサソリを逃れました。しかし背中一発悲願。井上タッチをします。エルボーを後頭部落としていきます。さあブレンマスターガイア。アルゼンチンバックブリーカーの体勢に行こうというか、アルゼンチンバックブリーカー、カキハレが恐れていたアルゼンチンバックブリーカー。さあ高山カットに入った。お尻で一発エルボー。さあ高山リングと転落。試合の権利は井上。ジャーンスープレキックカウント返しています。しかし先から朦朧としている。もう一回ジャーマン持ち上がれない。おっと裏を固める。秋吉天が止め、ギロチンが効いたか。こらえれこらえ。ギブアップギブアップだギブアップだギブアップですギブアップです。先原の人高山吉弘組の勝ち。ギブアップ。秋山井上組から勝利を収めたのは高山柿原組であります。1 2 3。チャンピオンファイナルリーグ戦勝ち組日本勝負を行います。ラオコーナー約55ポンド川田俊明。今日の勝利はゴールチャンピオン川野俊明。ラガコーナー255ポンド伊沢光春。チャンピオンが勝たずに誰が勝つ。三冠王者は三沢光春。レフリー和田恭平。砂漠レフリーは和田恭平です。98チャンピオンカーニバル公式戦愛知県体育館で行われますメインイベント三沢光春対川田俊明であります。去年見事に優勝いたしました川田、そして現在の三冠チャンピオンの三沢、中盤戦の大きな山を迎えます。戦いのゴングが鳴り響きました。公式戦30分一本勝負。画面左側三沢光晴、そして黒と黄色のロングタイツ川田俊明であります。画面左側の川田は大会2連覇を、そしてこの三沢光晴は95年以来の3年ぶりの優勝を目指します。リング中央、まず仕掛けていったのは川田。エルボーの打ち合いになったリングの中央、小刻みにエルボーを打っていった三沢。そして顔面キックを見せる川田。自らロープに飛んだ川田、ハイキック。しかし耐えた三沢、ロープに飛んだエルボー。この辺りは譲らない。さあ倒していった川田。そして三沢がエルボー、ハイキック。倒しては倒れ、倒されては倒す。この両雄の攻防。さあ5月1日東京ドームの前哨戦です。放送の解説は桃田光雄さんです。桃田さん、はい、その5月1日東京ドームでメインイベントを張るこの2人、はい、どちらも優勝しなければいけないという、そういうことですね。試合ですね、まあ、あの三沢選手は3冠現チャンピオンですから、はい、あの川田選手としては、この要するにチャンピオンカーニバルで優勝して、精神的には五分の気持ちで、あのドームで戦いたいっていう気持ちはあると思いますよね。そうですね、あのこれで大会2連覇日本人初を成し遂げれば、この三沢にドームで挑戦する誰も文句は言いませんね。そういうことですよね、川田としてはそういう条件作りもこのリーグ戦には含まれています。三沢対川田チャンピオンカーニバルの公式戦30分日本勝負です。ただ今回のですね、チャンピオンカリバー前半戦でかなりみんな星がばらけてますんで、ああ、鷲見さんが飛んできた。場外の川田に向かってエルボーツイシーだ。その星がばらけるという話を見ますと、三沢まず開幕との第1試合田植えに負けました。そうですね。そしてその後オブライトに勝ちましたが、秋山とは引き分け。現在1勝1敗1引き分けの勝ち点3です。そしてこの川田俊明は泉田、大森、秋山に勝ちまして3勝、小橋に負けまして1敗、勝ち点6、現時点で2位という成績です。
桃田さん、こう見ますとこの三沢がちょっと心配なんですよね。そうですよね。現時点で3試合終わった時点で1点が3というのはですね、これから先まだまだ強豪が揃ってますからね、かなり厳しい戦いを強いられると思いますよね。はい、エプロンから戻ってくる三沢を迎撃する川田。さあロープ際でエルボーの打ち合い、手先にショップを見せた川田。ロープ際ロープを挟んでの攻防。さあエプロンから川田が引っ込む人抱え上げた。高く上げてブレット、あーっと垂直落下、垂直落下、決めるバット、首に次元爆弾を抱える三沢。あまりにもきつい一発を食らいました三沢。いやこれ今かなり危ない角度でしたからね、落下するときにちょっと首がぐりゃりと回るような、横へググッと入ったような感じしましたから ね、はい、ロープに振ってこの川田自らのつま先を、あっと三沢が軽い脳震盪を起こしてるかもしれませんね。ちょっと足元がふらついてますね、顎の先端を食うと、脳震盪を起こす確率ってものすごい高いんですよ。あ、そうですか、ちょっとその三沢らしからぬバランスを崩したものがありましたからね、パーリングの中央、ここは加藤選手チャンスですね。川田はここで一気かせに攻めなければいけない。さあ顔面にキックを打ち込んで抱え上げて、さあ抱え上げて、回ってヘッド上げてきた三沢、フロアチャレンジ三沢、はい、キックを掴んだ、キックを掴んで、あと、あ、膝十字で持っていった三沢。この辺りが珍しい、流れるような一連の攻防。三沢が川田の左の膝、そして足首の辺りも固めています。パワーボムから一気に流れを掴んだ三沢。ああ、ご覧の表情の川田、おそらくこの三沢から膝十字を食らったことはないでしょう。今ようやくサードロープに手がかかりました川田。この辺りの一点のこの技の変化、三沢らしいところですね。そうですね、要するに川田選手は大体足の攻撃が多いですからね。そうですね、足を攻めるのはものすごい有効ですからね、さあ、その桃田さんの声が聞こえたんでしょうか。今度は川田の右の足、ハーフボストンクラブの体勢に入りました三沢です。三沢はこの川田の足を取って膝十字、そしてハーフボストンクラブ逆片指固め。しかし一方の川田もこの攻められっぱなしというわけではありません。空いている自らの右足で三沢の胸元のあたりを蹴り込んでまいりました。チャンピオンカーニバルの公式戦は30分一本勝負で争われています。現在試合時間はすでに15分を経過しています。前半戦立ち上がりは垂直落下式のブレンバスターで川田が一気に試合の流れをつかみました。しかし中盤から終盤に向かいまして三沢が膝十字、そしてハーフボストンクラブ、いつもこの川田戦では出してこない技を繰り広げています。5月1日この川田を相手に防衛戦を行う三沢は、ある面今日の試合では手の内は見せたくないと話しています。試合前、しかし現在のこの三沢の体調、あるいはこの試合攻め込まれている状況を見ますと、もうそんなことを言っている余裕はありません。試合中盤に入りまして、若干試合は落ち着いたんでありましょうか。三沢の膝への攻撃、川田が左の膝を押さえています。さあバックに回った三沢、あっと、あ、これは膝を抱えている D クラスターの体勢か。しかし川田もそれを押させまいと、あ、20分を経過しています。この公式戦は残り時間が10分になりました。あ、強引に引きずり出した三沢、川田の左の膝を抱えて D クラスター、さあ、もう一回来るか、あ、バックドロップだ。また膝を抱えたまま2クラッシャーからバックドロップに持っていきました三沢。これの冬を、要するに相手がですね、2クラッシャー来ると思ってるのにバックドロップを持っていくと相手が面食らうわけですよね。そうですね、そして余計ダメージを与えられるっていうことで、まあ、この辺の変化のある攻撃は三沢選手らしいですよね。そうですね、あと連撃でをかわした三沢、よく試合を見ている。この首への攻撃、ああ、タイキックをブロックした三沢。見えてますね、見えてますね、三沢ね。さあ、試合の流れをつかむか三沢。エルボーを打っていった。さあ、自らロープに飛んだ三沢。ああ、巻きついたラリアット。ラリアット、左の腕を巻きついています。ちょっと川田が劣勢に立たされています。中盤に入りましてから三沢が、非常に冷静な試合運びにしています。あ、もう一回いった。あ、三沢がこのラリアット連発というのは非常に珍しい光景です。
そうですね、やっぱりもう20分経過ってさっき言ってましたから、そうすると時間が頭の中にだんだんよぎってくるんですよね。なるほど、あと何分しかないっていう気持ちがですね。さあフェイスロックに入った水戸はラリアット2連発からさあリングの中央フェイスロック、立ち上がりは圧倒的に試合を進めていた川田ですが、試合の中盤あの膝十字固めを食らってからはちょっと面食らったんでありましょうか。三沢のペースが続いています。試合の中盤すでに20分を経過しています。ドリングウェア、もう一回フェイスロックに行った。去年のこのチャンピオンカーニバル愛知県大会のメインイベントは今日と同じ三沢対川田でした。その時もやはり時間切れ引き分けに終わっています。川田はその時のことを振り返って、同じ会場で同じ相手、やはりやりにくいものがありますと話しています。一方の三沢、この5月1日東京ドームと同じカード、手の内を見せたくないとは話しておりますが、今日は意外な攻撃を連発しています。さあタイガードレイバーの体勢、しかしコーナーへまで持っていった川田、もう一回強引にリングの中央に引きずり戻した三沢。この辺りは三沢の力強い攻撃、回転式で三沢自らの足を川田の後頭部にぶち当てていきました。回転式の要するにかかと落としみたいな、かかと落としですね、はい。さあもう一回スタート、リガードライバー一発、さあ川に入った、ツーで返します。川田、さあここから試合の流れが動いていくんでありましょうか。得意技一発目を見せましたのは三沢に光るタイガードライバー。勝負タイムはすでに10分、残り10分を切っています。ニュートラルコーナートップに上がった三沢、リングの中央大の字は川田、トリープレス的確に綺麗に駆けつけた三沢、2で返しました川田。両者ともにすでに大量の汗が胸板に光っています。勝負タイムはすでに10分を切っています。5月1日東京ドームでもこの両雄が三冠のベルトをかけて戦います。三沢9度目の防衛戦はこの川野さん、バックに回った、バックに回った、あっとキックが背中を捉えた、ジャーマンスープレックスに行こうという三沢、その腰のあたり先手を交わした。さあここからは川田か、両雄に残されている時間はもうあまりにも短い。チャンピオンカーニバルの過去の対戦成績は1勝1敗3引き分け、エルボーかかった、バックに回った、バックに回った、エルボーでカットする三沢、はい、ガード、わーっと捉えた、確実に捉えた、強打されました三沢、三沢の首がグラッと動きました。川に川田、あまりにも綺麗に入ったハイキック、三沢が返したのが不思議なぐらいです。いや今のは本当にクリーンヒットしますよ、ね、顔面ですからね。さあストレッチプラモの体勢に入った川田、あまりにもクリーンに、あまりにも的確に入った川田のハイキック、あっおっとあっと自ら川田が振りほどいて、さあ次なる攻撃を持っていくのか、さあ首根っこをまたがりに挟んだ川田、一気にパワーボールに持っていくのか、さあ三沢の最後の結果25分が経過している、残り時間の戦闘を切っている、顔面キック川田、バックに回った、バックに回った、バックに回った、さあ川田、バックに回った、同点から真っ逆さまに押した三沢、もう三沢が返しているのが不思議なぐらいです。ストレッチプレーに入った川田、かなりいいのが連発で入ってますからね、そうですね、なんとかサードロープにたどり着いた三沢です。ロープに入った川田、あーっとキック三沢場外へ、まさにガラクの底に落ちてきた三沢、残る時間は5分がありません。川田はここで一勝にしたいところ、あー少し三沢もすぐさまリングに戻った、ロープを挟んでの攻防、エルボーで三沢が崩れ落ちます、
三沢はここまで3試合を戦って勝ったのはわずかに1試合。さあ川田が戻した、川田が戻した。残り時間5分を切ったところで川田が一気加勢に攻めたいところ。ハイキック、そしてバックドロップは確実に決まっています。エルボーの打ち合いだ。手下げに、ああ三沢が首を押さえてる。かかと落とし、かかと落とし、三沢の高校を捉えた。三沢立てるか。おっと川田はここでコーナーを背にした。セカンドロープリーを落とした。あまりにも非常な攻撃から。残り時間も3分だ。カバーに入った。なんとか右肩が上がりました三沢。もう休む暇がありません。この30分間時間切れ引き分けは三沢にとってはあまりにも痛すぎる。一方の川田、優勝に向けてさあこの天王山の三沢戦を制することができるか。新潟中央はパワーボールの体勢。さあ返した三沢、ハイキック、ロープに飛んで川田、ラリアットバックに回ってエルボー、エルボー、さあロープに飛んで川田バックに回って、さあバラに飛んでいった。さああっとバックに回った三沢。さあジャーマンステップレックゴールドに勝たれて、さあ返した川田、時間がありません。3年ぶりの優勝を目指す三沢、ディフェンディングチャンピオンの川田。残り時間2分になった。バックに回った。さあコーナーを背にしているぞ三沢。もうナイフに構わずエルボーを振り下ろす三沢。さあネックブリーカー、ジャンピングでのネックブリーカー。さあ流れをつかむか三沢。もう一気にいっぱいの攻防。この辺ではもうお互いにですね、時間があと何分しかないというのは分かってますから ね、 そうですね、日がどん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 焦っていくんですよね、そこら辺で要するにもう一つガチッというのを決めないと勝てないというのは分かってるんですけど。さあそのガチッか、このタイガードライバーか。いやもう一回エルボーを振り下ろした。さあさあもう一回いくか。水の中央タイガードライバー競技発熱。さあ水田も立ち上がって、水田も三沢も立ち上がっている。これで決めるか三沢。残り時間はもうない。タイガードライバー2連発、今日3発のタイガードライバー。ああ返した、川田、川田は返した。残り時間1分残り時間は1分を切っている。去年のチャンピオンカーニバル愛知大会メインイベントの三沢カードは時間切れ引き分け。さあその引き分けの再現となってしまうのか。さあ3連発で持っていくのか三沢。リングの中央はタイガードライバーの体勢だ。もう高田ゴーリングエルボー、ワット、ワード取った、ワード取った、エルボーランキング、ランキングエルボー、カバーでいった、ミスターカバーでいった。残り時間30秒、あと1手です。両者あと1手、残り時間の30秒を切った。次の1手を打ってさあ決めることができるか。いや今もう川田選手よく返したですね。はい、さあこの一手がきっと最後になるでしょう。あっと犬を打った川田、腰だけ立った。三沢はカバーに行けるのか。さあ次なる一手を打てるか三沢。30分に3勝後の公式戦です。はい、キャー、ここで時間切れ引き分けの文句。最後の最後、ジャンピングのハイキックは見事に決まった川田。しかしカバーに行く時間はありませんでした。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。5.1 東京ドーム、全日本プロレス25周年を記念して行われるビッグイベントの主役は紛れもなく三沢、川田、田上、小橋の全日四天王。三沢と川田は三冠統一ヘビー級のベルトをかけて時間無制限一本勝負で激突。
サウエは FMW で活躍するグラジエーターとシックスメンタッグで対戦。そしてなんといっても注目は小橋健太が念願かなって WWF のあのベイラーと初めて相まみえるドリームマッチ。ファンの人がね望んでたカードになりましたし、自分自身もやってみたいと思ってましたし、ベイダー自身もやってみたいと前言ってましたので、すごく一度会った時にすごくエネルギーを感じて、すごくやりがいのある相手だという感じを受けたんで、それにタッグを組むのがスタン・ハンセンということで、すごく楽しみにしてます。現在行われているチャンピオンカーニバル、その小橋には四天王の中で唯一過去に優勝経験がないという意外な事実がある。初優勝に燃える小橋は先月27日公式戦で初めて川田を撃破。ファン待望のベイラー戦に向けて、その勢いはとどまるところを知らない。そうですね、ぜひ優勝して、まだ優勝した経験がないんで、ぜひ優勝してそういう何ですか、優勝してそのままドームに行きたいなという気持ちですよね。早い展開です。大森が起き上がることができません。5分を経過しています。愛知県体育館。小橋選手もですね、はい、ここのところもう4戦やって、要するに勝ち点が5ですよね。はい、ということは、もうなかなかちょっとこの落とせないという部分がありますからね、ある程度堅実に持っていくんじゃないかなとは思うんですけどね。トップは知ってるスティーブ・ウィリアム選手が全勝で来てますからね、はい、そうなると1試合でも落とすとえらいことになりますからね。小橋健太、開幕戦ジョニー・エースと引き分け、その後22日後楽園ホールではウルフ・ホークフィールドラリアットからのエビ固め勝利、27日金曜日長岡ではようやくデビュー10年目にしてシングル戦川田と26戦目にして初めて川田越えを果たしました。しかし28日土曜日福井ではオブライトにフルネルソンスープレックスからのエビ固め、痛めている左足首を攻められて、そして勝ち点を落としています。その時にですね、はい、ちょっと気になるのが腰をちょっと痛めたかなっていう話を聞いてるんで、はい、ただ今日聞いたところではもう大丈夫だとは言ってましたけどね、はい、それが少し心配なんですけどね。逆に大森としてはその痛めている部分を攻めればチャンスが当然出てきますよね。その痛めているというのを大森はこの流れの中で見つけていかなくてはいけません。さあ小橋が流れを引き戻そうとしています。ブレンバスターへ行こうという体勢だ。こらえる、大森がこらえる、逆に返した、大森が返していった。いや、これもまた大森が小橋を食わんというばかりに、そうですね、自力をつけてきている証拠だと思いますよね、はい、大森もチャンピオンカーニバル上を食う、いわゆる金星を取るにも去年よりもその確率は大きくなっているんではないか、自分自身でもそう語っていました。さあ、新選手が2発カード落とし、そこからカバーに入る、カウントは2です。小橋が立ち上がります。小橋はこのチャンピオンカーニバル今まで一度も優勝したことがありません。昨年は史上初の巴戦までもつれ込んだんですが、しかし初戦でその巴戦初戦で三沢に敗れました。高々とまだ持っている、5秒6秒経っている、10秒ぐらい経ったか、腰を打ちました大森、カバーに入る。名古屋市にあります愛知県体育館で行われていますチャンピオンカーニバル公式戦、小橋健太対大森隆夫、このチャンピオンカーニバル参加13選手による総当たりのリーグ戦です。あらゆる勝ちに2点、時間切れ引き分けは1点、あらゆる負けおよび両者リングアウト引き分けは0点、
得点の上位2名が4月18日日本武道館で優勝戦に挑みます。さあボアンダーローに行こうというところです。大森が立ちます。カバーに入る小橋の後ろ背中、その背中を追う大森高尾。まあ、大森としても小橋に一生懸命精一杯当たって、そしてリーグ戦でもある程度の結果を残したいというのが、そうですね、いいんですよね。あの要するに精神的にもある程度、要するに自分の自力が上がっているというところを相手に見せたいとは思いますよね。このファイトする姿勢、小橋の思いっきりいったら思いっきり返してくれるというこの姿勢が好きなんだと大森高尾が言っていました。さあ思い切った逆水系、そして首筋へのチョップ、大森が片膝をつきます。くしくも場内からは大森コール、大森を支えんとばかりにトップで返していく、この大森の気迫。首筋あっと左膝をついた、首を抱え上げられます大森高尾。逆水系パチンという音が響きます。コーナーへ投げられた、ハイキックで返す、もう一回小橋返した。さあそして大森がここから次に行きたいですね、はい、そうですね、やっぱり連続的に攻めないとやっぱりあのタフですからね、小林選手はね、大技をどんどん続けていかないとなかなかチャンスは生まれないと思うんですがね。自分から当たっていかなくてはいけない、守らないで前に出たいと語っていた大森。そこをかわした首筋、ギリギリ前頭部頂点の当たりを打ちました。さあそして大森はトップロープへ向かったぞ、ダイビング、うっ、コースがカット、セカンドロープに足を乗せた大森が、うっ、これも脇腹へ握り拳をぶつけていきます。エルボー、大森がエルボー、おっと小橋がバタンと倒れた。そしてトップロープからダイビングにエルボードロップ、ダイビングエルボードロップ、カウントカウント中です。過去チャンピオンカーニバル3戦3勝を小橋に勝つことができません。大森高尾、98チャンピオンカーニバル公式戦は10分を経過しています。30分日本勝負の小橋健太対大森高尾、試合大森高尾が押していますね。そうですね、このチャンスを生かさないとなかなか難しいですね。どんどん攻めてほしいですよ。大森トップロックから今度はダイビング、ニードロップがかわされた、大森自爆、青いマットに膝が突き刺さった。小橋をちらっと見やります。大森、さあ小橋に先に立たれたと大森、首筋へ、かわした、バックを取った、ジャーマンスープレックス、固めた、ロープに足がついていた、ロープに救われた小橋、大森、もう少しリングの中央でジャーマンを仕掛けたかった、守らないで前に出ていく姿勢、結構ダメージあるみたいですね、はい、あ、小橋、フラフラ、さあ、フルネットからドラゴンスープレックスの再生はかわしていきます。エルボーかわす、逆転戦さあ作った、ここでパワーボーム、丸め込んだ、大森の粘り、大森の粘り、いやよく返したですね、あの高い位置からのパワーボームはものすごい威力だったと思いますよ。さあ小松は握り拳を作った、殿下の宝刀を抜くところだ、大森が立ち上がる、右腕がラリアットだ、うなるか、キックで返す、ハーフネルソンスープレックス、小橋がハーフネルソンを大森に対して出した、これはもう大森、大物間違いないという小橋の判断なんでしょうね。そうですね、さあ、まさに強くなってるということだと思いますよ。待っていたぞ、ラリアット、このまま大森、カウント3取られるのか、返した大森、カウント3、小橋選択戦、小橋選択戦、しかし落とすこともできないこの試合、2ポイントを獲得しました。
タンクトップをつけていますウィリアムズがさあコーナーに登るか、スタンハンセン片膝ついている。ウィリアムズが登った。さあ何が待っているか、大きく構える。上を振るってショルダーアタック、ダイビングショルダーアタック、絶好調ウィリアムズです。スルスルと滑るように、これが出るときは好調なんです。片襟固めカウントは2。ここまで苦戦のスタンハンセンなんですが、桃田さん、はい、ハンセンは東京ドームでなんとなんとファンの夢実現、ベイダーと夢の合体です。そうですね、あの過去にですね、はい、一度あの戦ったことはあるんですけど、そうですね、だけどもこのパートナーとしてやるっていうのは、この本当夢 の、 あの大物同士のパート、うん、あのタッグチームっていうことになりますよね。ベイダー選手もかつてはハンセン選手を目指してアメリカで頑張ってきた、はい、レイダー選手が駆け出しの頃はハンセンはすでに AWA で世界を極めていた時期がありました。 そうですね、その2人が東京ドームで夢の合体、相手がしかもコバシとジョニーエースです。そうですね、これも本当面白いと思いますよね。しかしその東京ドームを気持ちよく迎えるためにも、はい、ここは両選手チャンピオンカーニバルの中盤戦、はい、いい試合で勝って、はい、しかも優勝戦線に残って、本当に状態のいい形で、はい、心身ともにいい状態で東京ドーム行きたいですね。それは当然ですね、もうそれは要するに出場する選手全員が思ってると思いますけどね、はい、特にやっぱりこのチャンピオンカーニバルで優勝したっていう箔をつけて出たいという気持ちが多いんじゃないですかね。そうなんです。さあまたしてもコブラスイッチとスティーブ・ウィリアムス。スティーブ・ウィリアムス、実はまだこのチャンピオンカーニバル準優勝こそ2回あるんですが、優勝したことがないんです。常に惜しいところまで行って取れないという、要するにそのタイトルというか、あのあれですよね、94年のリーグ戦1位だったんですが、優勝決定戦でカーダに敗れました、そしてその2年後96年、これまた1位だったんですが準優勝、優勝決定戦ではタウエに負けました、はい、準優勝が2回あるスティーブ・ウィリアムスです。要するに決定戦でもう一つなるんですかね、プレッシャーですかね、はい、それがあるのかもしれないですけどね、もう実力はもうずば抜けてますけどね。そうですね、このまま抱え上げた、今の力も強引ですよね。強引ですね、ほとんど勢いのなくなったハンセンを、力のなくなった体勢から無理やり自分の力だけで持ち上げました。どういうことですか、はい、あれは本当にもう自力っていうかパワーがないと絶対にできない技ですからね。瞬間的に死に体であったハンセンの体を自分だけの力で上まで持ち上げました、さあそのハンセンに対してもう一回スリーポイントでパステイク、タックルが足が待っていた、大きく唾液が飛んだスティーブ・ウィリアムス、もう一回行く、包丁だ、今度はかわした、さあトップロックが落ちてきた、今の打ち方大丈夫か、ウィリアムスが場外です。ハンセンかわしました。ここまで好成だったウィリアムス、ちょっと勢い余って場外に転落しました。この間肩が、そうですね、肩あるいは鎖骨のあたりでしょうか、左の鎖骨のあたりを押さえていますスティーブ・ウィリアムスです。さあハンセンが来た、ハンセンが来た、あっと逃走できない、ブルーロープだ、あーこれは久々にこういうハンセンを見ます。ブルーロープで、厳密に言えば反則なんですが、これも決意の表れか、しかもあと鉄柵の下にあと、これはウィリアムスの左の腕をねじ込みまして、ウィリアムスの腕も太いですから、これは強烈です。床とそれから鉄柵の下の部分に挟み込みました、はい、かなり強引です、まあ、これがハンセン選手のやり方といえばやり方なんですけどね。そうですね、そして今度はその左を固めて肩から持っていった、痛めていた鎖骨、この辺りベテランですね、やはり、はい、ウィリアムス巨体を小さくしてちょっと戦すぎは場外へたり込んでしまいました。背後からハンセン、さらに左肩、こういうところの攻守を逆転するとき同じ場所を攻めるんです。またいった左肩生きて攻めますスタンハンセン、トップライディングの称号をめぐる意地とプライドのぶつかり合い、カメラケーブルですか、今のはカメラケーブルを使いまして、そのままウィリアムスの首を絞めていきましたスタンハンセン。序盤やや劣勢だったスタンハンセン、場外戦に活路を見出してウィリアムスを攻め立てています。
もう一回です。あ、また来ました。また来ました。あ、今度は左蹴り。また左です。今度は逆に取る赤コーナーヘッドバット。ゆっくり構わないです。これ本当が本来のハンセン選手のやり方ですけど、やっぱりすごい執念ですよね。はい、やはりここまで勝ち点8ではありますが、すでに秋山に敗れて失点2を喫しているだけに、はい、もうここからは失点を最小限にしなきゃいけない。当然ですよね、もう各選手みんなそれを思ってると思いますね。はい、しかも桃田さん、はい、96年97年、昨年一昨年この2人の対決は公式戦2年連続30分時間切れ引き分け。もうお互いにやっぱりこの全日本に来ている外人選手のトップは俺だっていう、ものすごいなんていうんですか、プライドのぶつかり合いですからね。そうなんですね。タイミング、要するに絶対ギブアップはしたくないし、カバーはされたくないという気持ちが強いですよね。はい、記録を紐解けばこの2人の対決の公式リーグ戦決着がついたのは94年まで遡りますね。もう4年も前です。実は名古屋のこの愛知県体育館の会場でした。ハンセンが16分35秒、エンズイラリアットからのラリアット、ウィリアムスを下しています。この年ウィリアムスは準優勝、リーグ戦唯一の黒星がハンセン戦でした。アームバーです。アームバーに切って取りました。先ほど痛めた左肩関節、それを攻め立てるアームバーであります。非常に古典的な攻撃です。アームバーを見せましたスタッハンセン。古典的ですが頭脳的です。これはもう肩を痛めている選手にとっては苦痛そのものですからね、要するに人体が多分痛められていると思いますから、それを引っ張られることによってもう痛みを倍増しますからね。あ、数々の修羅場を経験し、自分が負傷したときに、はい、多分痛いところを攻められた経験もあるでしょう、スタンハンセン、ね、歴戦の強者、そういう経験をものすごい生きてますよね。やっぱり相手の弱点を攻め立てます。そしてなおも先ほどからもう相手が左肩を痛めたら、はい、ずっとそこばかりの攻撃です。もうこれが基本ですからね、やっぱりプロレスの、はい、それだけは絶対忘れてないですね。やはり新幹とは言われましても体力的にはどうしても年齢的な衰えがあるでしょう。そうですね、こういったものをこういう集中力ですとか、はい、インサイドワーク、こういったうまさでどんどん補ってますよね。そうですね。しかし先のエキサイトシリーズにおいては開幕戦で川田を一発のラリアット、はい、わずか5分5秒で葬りました。そして静岡でしたか、小橋と引き分けた試合もありましたね。ハンセンの往年の勢い、先のシリーズからこれは戻っていると言っていいでしょう、桃田さん。コンディションはものすごくいいと思います。はい、ロープに飛ばします。ショルダータックル。195cm、140kg、スタン・ハンセン。東京ドームではベイダーと合体します。そして小橋エースと戦います、ハンセン。この表情。さあ間合いを取ります。そしてこの後の爆発力が桃田さん怖いですね。怖いですね。狙っています。腰を低くした、構えた、走り出すか、いった、しかしショルダープルか、おっとそのまま落とした。スクラップバスターのような形になりました。今のもウィリアムが珍しかったですね、ボディーシザーズのままボールを取ろうとしました。そうですね、だけどちょっとハンセン選手もちょっとおかしいですね。そうですね、脇腹を抑えてますね。先ほどから何の攻撃で痛めたんでしょうか。さっきのタックルをした後からちょっとおかしい動きになってますね。左の脇腹ですね、真ん中からやや左、あそこ今度はキッチンシンクから絡む落とした。ウィリアムスと絡む落とし、片指の体勢だ。カウントどうだ。カウントは2。ハンセンが脇腹を痛めたと見るや、今度はウィリアムスがそこを集中します。本当にお互いに相手のちょっとした動きでも見逃してませんよね。そうですね、過去のハンセンとウィリアムスチャンピオンカーニバル公式戦における対戦成績は、過去5戦してハンセンが2勝1敗2引き分け、ここ2年連続引き分けている両者、3年越しの決着戦と言ってもいいでしょう。すでに15分が経過しているということです。ですから2年前の公式戦からすでに75分と経過と言ってもいいでしょう、はい、この両雄の一戦、
かつてスタンハンセンは92年、93年、チャンピオンカーニバル2年連続優勝。長い歴史を誇る、このチャンピオンカーニバルの中でも、2年連続優勝はこのスタンハンセンだけであります。やはり脇腹ですね。そうですね。ニースタンプ、そしてストンピング。共に三冠王者も極めたことのある両雄、外国人頂上対決、188cm、123kg のスティーブ・ウィリアムス、東京ドームではオブライトと合体、高山、柿原と戦います。一方のスタンハンセン、東京ドームではベイダーと合体、小橋、エースと戦います。脇腹にパンチ、ひざまずくハンセン、またここから引っこ抜くか、引っこ抜くのか、ナチュラルなパワー、スティーブ・ウィリアムス、そのまま乱れ打って、そして持ち上げて、サイド、スープ、あーっと、ドクターボムか、投げ落として、ドクターボム、どうだ、パー、カウント、カウント、カウントアズ、カウントアズ、いや、素晴らしいですね、あのハンセン選手、あの大きいハンセン選手を、はい、横から引っこ抜きましたよね、サイドスープレックス、そのまま落とすかと思ったら、ドクターボムで、そうですね、エビの体勢に切りました。しかし、ハンセン、カウント2、首をかっきりポーズをつけて、コーナーボックスに登ろうとします、スティーブ・ウィリアムズ、ここまで参戦して勝点6、負けがありません、公式戦、下走る、スティーブ・ウィリアムズ、勝点伸ばすか、トップロープから、さあ、狙いを定めて飛んだ、ダイビングのデプレッシャー、自爆だ、ちょっとロープの上で、バランスを崩した分だけ、そうですね、タイミングちょっと遅れましたよね。逃げるタイミングを与えてしまいました。日本のラスト、20年以上にわたって震撼させたと言ってもいいでしょう。ハンセンのパー、今度バックロックが押し潰した。一進一退の攻防で、愛知県体育館、公式リーグ戦30分の一本勝負、スタンハンセン、スティーブ・ウィリアムス、ラリアットの構えを見せました。それをバックドロップで切って取ろうとしました。さらには体を入れ替えてボディープレスです。攻守がコロコロ変わります。巨体の領有、コロコロというよりもゴロゴロと変わっていきます。背後からパンチだ、ラリアット、ラリアット一戦、サンハンセンのウエスタンラリアット、カウントアウト、カウントアウト、カウントアウト、ラリアード、反戦伝説未だ継続中、頂上対決、ウィリアムスにラリアット一戦、勝負つきました。18分58秒、スタン・ハンセン、ウィリアムスにフォール勝ち、これで勝ち点を10と伸ばしました。ついにウィリアムス点を切りました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。全日本プロレス春の本場所98チャンピオンカーニバルもいよいよクライマックスを迎えようとしております。今日行われる優勝決定戦に進出したのは三冠チャンピオン三沢光晴と秋山純です。共に勝ち点19でトップタイ、川田小橋参戦、惜しくもこの2人にあと一歩のところで及びませんでした。念願の初優勝を狙う秋山は公式戦でスタンハンセンから初のホール勝ちを奪うなど現在絶好調。チャンピオンカーニバル史上最年少優勝を狙います。やっぱりせっかくねここまで来れたんで、これから
先ここまで来れるかどうかも分かんないんで一発狙っていきたいと思います。まあ今の体の調子から言えば僕の方が近いと思います。はい。一方の三沢光晴も 5.1 東京ドームで川田との三冠統一ヘビー級選手権試合を控えているだけにチャンピオンの名にかけても負けられない大事な一戦です。今年のチャンピオンカーニバル、これを制するのは三冠チャンピオンの岸澤か、それとも若さの秋山か。世紀の一戦、まもなくゴングです。チャンピオンカーニバル98年の主役はこの男でした。28歳と6ヶ月史上最年少優勝に王手をかけた秋山が日本プロレス界に逆転の王を巻き起こした。秋山純優勝決定戦のリングに上がります。このチャンピオンカーニバル開幕戦で田植えに敗れいきなりピンチの三冠チャンピオン、首に腰にその膝に満身創痍の状況で耐えて忍んで優勝決定戦へ。三沢をここへ導いたもの、それは三冠王者ミスタートリプルクラウンだけのプライドです。全日本プロレスシングルプレイヤー最強を目指して三沢光晴、今リングに足を入れました。三沢対秋山、両者の対決は回を追うごとにヒートアップし続けています。28歳の秋山はその若さとアマレス時代に培った多彩なテクニックを生かし幾度も三沢を窮地に追い込んで、一方キャリアで勝る三沢も土壇場でそんな若武者の挑戦を退けています。去年9月の三冠戦、そんな秋山に対し三沢はあえてタイガードライバー2連発で勝負を決めた。秋山が成長した証でもあった。さらに今年1月、このカード2度目の三冠戦、粘る秋山に対し今度は新技エメラルドコロージョンを放った。受け身の取れない危険な技、秋山の勢いを止めるにはこれしかなかったのだ。熾烈を極める両者の対決、優勝決定戦、果たして今度はどんな結果が待っているのか。この三沢の怪我なんですが、3月の31日対泉田戦でまず右手の薬指靭帯を断裂しました。そして4月の6日対エース戦で左足膝蓋骨骨折、これは左足の膝の、まあ、お皿の下側のあたりなんですが、この骨が欠けたということで現在この左膝分厚いサポーターが巻かれております。跳躍の時など踏ん張りが効かないということはないということですが、ただ打つ時に衝撃が走る、ですから三沢にとっては空中殺法などをした時に着地に気を使うということであります。この三沢95年ではチャンピオンカーニバル初優勝を成し遂げました。その時にも左目眼底骨折をしております。このチャンピオンカーニバル三沢にとってはレスラーと同様に怪我も大敵でありますが、その怪我を克服しての3年前の初優勝でありました三沢、それ以来の優勝を狙っています。そして一方こちらが秋山純、初めての決勝進出、28歳と6ヶ月史上最年少での優勝がかかっています。エルボーの打ち合い、ボーブリー飛んだ、そしてエルボー、さあもうお返し、もう一度秋山か三沢か、ダウンしたのは秋山でした。見応えのあるエルボーの打ち合いです。こちらが秋山、秋山もこのチャンピオンカーニバル8勝1敗3引き分け勝ち点19、堂々この優勝決定戦に駒を進めました。馬場さん、この秋山のリーグ戦の戦いぶり、堂々としたものでした。そうですね、はい、スピードもついてきましたし、はい、体も大きくなってきましたし、まあ、自信もついてきたでしょうね。なるほど、
今日でね、またもう一つ自信がつくと思うんですね。そういった意味でもこの、おっと、ドラゴンスクリューか、ドラゴンスクリュー、三沢痛めている左膝、衝撃が、そして稲妻が三沢の体を駆け巡ります。秋山純、相手の弱点を攻めるのが勝負の常道とはいえ、序盤戦から凄まじいラッシュ、もう三沢の額には汗びっしょり、油汗か、チャンピオン三沢。このチャンピオンカーニバル、シングルプレイヤーの最強を争います。今年は日本レスラー、そして外国人レスラー合わせて13人が参加しました。さあ今度はエプロンサイド、ロープ越しでのクリーンバスターの受けになります。さあおっと、低空のドロップキック、これも左膝、徹底的に優勝を狙いに行きます秋山。これはね、はい、非常にいいですよ秋山としては、はい、やっぱりこういうね攻撃をねこれからもしていかなきゃいけない、例えば三沢でなくてもですね、この今まで本当にクリーンなファイト、おっと今度はニークラッシャーか、ニークラッシャーか、ゴチューンという音がしました。分厚いサポーターはしておりますが、この左膝、改めて申し上げておきますが、三沢は左膝の骨を折っています。骨が欠けています。あー、さらに左膝、鉄柵攻撃、鉄柵攻撃、優勝のためにはなりふり構いません秋山、悶絶三沢。沸き起こる三沢コール、日本武道館超満員1万6300人です。98年のチャンピオンカーニバル優勝決定戦、ここで三沢をマットに戻します。さあ秋山、このリーグ戦では初めてハンセンに勝ちました。そして高知戦では三沢と初めてドロー、小橋ともドロー、実りの多いこのリーグ戦、チャンピオンカーニバル、とどめはこの優勝決定戦、三沢から初めて勝利をもぎ取って初優勝を成し遂げるかどうか秋山、非常に左膝を攻撃していきます秋山純です。28歳と6ヶ月、上最年少の優勝がかかります。過去の最年少優勝はジャンボ鶴田、1980年のチャンピオンカーニバル、あの時は29歳と2ヶ月でした。三沢の初優勝は32歳95年、そして沢田俊明の初優勝は94年の30歳、それを大きく上回る記録、歴史を作ることができるか秋山です。背中が見えている三沢、このリーグ戦に痛めました左膝を重点的に攻められています。グラウンドの展開です。この秋山と三沢、シングルマッチでは過去9戦しています。三沢の8勝1引き分けです。この1引き分けがこの今年のチャンピオンカーニバル公式戦でした。そして過去3冠戦では2度対戦している三沢と秋山、去年の6月、去年の9月、初めて秋山は三冠戦に挑みました。その時の相手が三沢、そして今年の1月も三冠戦で三沢と相対しております。三沢と戦うことで一皮も二皮も向けてきたこの秋山純、このチャンピオンカーニバルの優勝戦、また三沢と相まみえております。さあ今度はサソリ固めの体勢に入ります。ステップオーバーしたサソリ固め、これも三沢の左膝、まさにねじり切らんばかりの攻撃であります。現在1年と3ヶ月三冠チャンピオンとして連続防衛8回、長期政権を築いている三沢光晴、日本プロレス界の最強の栄誉、三冠タイトルを持っている三沢がこのシングルプレイヤー最強を決めるチャンピオンカーニバルでの優勝以外目に入らないはずです。
三沢にとっては95年優勝以来2度目の優勝で 5.1 東京ドーム大会、川田を挑戦者に迎えての三冠統一ヘビー級選手権試合に臨みたいところです。その前に今日は大きく大きく立ちはだかっている秋山、あっと今度は足4の字固め、この辺り馬場さん、やはり秋山もいくらでも膝を痛めつけるためなら今季出します。いやこれはね、もうこれがいいんです、はい、こういう攻めをしなかったらね全然秋山に立ち目もないし試合運びの下手さということは指摘しなきゃいけない。なるほど、今日はね素晴らしいですね、こうやって足を、ね、一箇所狙ったところをずっと攻めていくっていうのは、はい、これは本当にね理にかなったことで、ね、素晴らしいですよ。別に反則をしてるわけでも何でもないですからね、この秋山のこの優勝、この一戦にかける勝利への執念、こういったものがひしひしと伝わってまいります。そしてまあ三沢が今こうやってこらえてますから、はい、まだ十分じゃないでしょうね。なるほど、まあこういったあたり三沢はね痛いもの、はい、痛いことはねもうあんまり口にも顔にも出しませんからね。このあたり本当のところ膝の具合はどうなのか、しかし三冠チャンピオンとして連続防衛8回、百戦錬磨の三沢、こういったピン今日は何度も体験してまいりました。あーっとちょっと左足が三沢つけないような状態ですが、しかし三沢には何といってもここぞという時の、あっとドラゴンスクリューか、おっとエルボーエルボー、おおミサイルキック、ミサイルキックだ。左膝は痛いはずですが、チャンピオンここはあえてミサイルキックを打ち込んできました。3月21日開幕しましたこのチャンピオンカーニバル、1回戦総当たりのリーグ戦全78試合が行われました。勝ち点上位2人がこの三沢と秋山、1ヶ月のロングラン、おーっと十分な反動から顎を砕きに行きました。今年はこの秋山、小橋、そして三沢、川田、こういったところを中心に大混戦が続いたチャンピオンカーニバル優勝決定戦、さあ今度は三沢がフェイスロックに入りました。ロープまではまだかなり距離があります。今1メートルを切りました。残り50センチ、秋山ハードロープに足が届くか、ロープブレイクか、ロープブレイク、首投げからエルボーを打ち込んで、そしてヘリスクラッシャーか、お今度は足を両足を振ってきました三沢。ここに来て徐々に三沢が自分の得意技フェイスロックから流れをつかみに行きます。おっとちょっと秋山の口が開いています。大量の唾液が口の中から漏れました。28歳と6ヶ月秋山純、一方三沢は35歳、今年年男です。虎年は2、すでに全身汗びっしょりの三沢立ち上がりました。今は左足を地につけております。おそしてタイガードライバーの体勢が2発で打っていきました。チャージ2発、今のタイガードライバーを見ていますとまだ三沢の左膝踏ん張りは効くようです。三沢が先に立ち上がりました。 5.1 東京ドームで三冠戦9回目の防衛を控えています。フェイクドロップキック、素晴らしいですね今秋山のこの瞬間の蹴りはね、これで相手に傾きつつある流れが一気に秋山にぐっと引き寄せられます。この辺り三沢にとっては、ね、はい、続きませんからね、今この時間帯、そして今度はドラゴンスクリューか、三沢バーンとドラゴンスクリュー、
非常に苦しい戦いを強いられています。三沢三冠チャンピオンとしてシングルプレイヤー最強を決めるこのシリーズ、負けることは許されません。しかしその三沢にとっては大ピンチ。15分経過、この試合は優勝決定戦、時間無制限の一本勝負です。ハーフブランディング式、コーナーから左ともに三沢の顔面へ。いや、こういったあたりのえげつなさ、秋山の成長を感じます。そして今度はベルドッキーヘッドロック、カバーに入りました。まあ、怪我ということでは左膝注目されますが、三沢ほとんど年間を通して首、それから腰にも爆弾を抱えております。お、そしてこれはダブルアーム式、ダブルアーム式で DDT を打っていきました。そしてこれは青コーナーから何を持ってくるのか、秋山ミサイルキックか、それともエーボーか。エーボーだ、ここでアウト、アウト中、5月1日東京ドームで三冠戦に挑む三沢、チャンピオンカーニバルの優勝を逃して挑んでしまうのか。さあ秋山初優勝、しかしバックを取った、もう一本やんなきゃいけないですね。一度またダメなら二度目があるさ、秋山。さあ青コーナーのトップ三沢の表情を伺いながら登った、三沢大ピンチ、秋山大ピンチ、距離を取った。あカウンター。カンカンチャンピオンのエルボーがクロスカウンターで入りました。そしてバックを取った三沢。ハンドをつけてジャーマン投げっぱなし。勝ったのは三沢。勝ったのは三沢です。さあ今三沢を立たせているもの、それは三冠チャンピオンのプライド、ただそれだけであります。バックを取った、秋山カットする、バックを取ってジャーマン、そしてスープレックスホールド、カウントは2、2発のジャーマン秋山にも効いています。立ちに立ったのはここで三沢なんです。先に立ったのは三沢、去年は優勝決定ともえ戦で川田にホールを奪われて川田の優勝を甘んじて許す結果になりました。三沢、さあ三冠組の優勝へ向けてタイガースープレックス、カウントは2、さあここで大きな技を出してきました三沢。これは秋山ファンとしては秋山に先に立ち上がってほしいところですが、どうやら三沢が先に立ちそうです。この秋山も 5.1 東京ドームでは天竜大学の大津生が対決、長谷博士とのシングル対決が待っています。このドームへ向けて史上最年少の初優勝で弾みをつけて臨みたい秋山です。しかし三沢の壁は厚いのか。おっ、ブレインバスター、バーティカルブレインバスター、
今ようやくカバー、太郎かアントワーク、去年の9月初めて日本武道館で三冠タイトルに挑戦しました秋山、あの時は三沢を相手にはっきり言って何をしたのか覚えていないほどの緊張感を味わいました。しかし今日の秋山は違います。三発目、さあ快挙成し遂げたか、アントワーク、しかしまだあります、まだある、まだある、おっと、いた、決定戦は時間無制限です。ダブルアームに捉えました、タイガードライバーか、おっと、ありすぎに、さあタイガードライバーを持ってくる、今日3発目、さあ秋山どうか、返せるか、そうですね、三沢も何が出るか分かりませんからね、はい、本当にもう何とも言えませんね。ホセイロランニング、三沢に勝る、3年ぶり2度目の栄冠ダッシュになりました。これで三沢に勝るはチャンピオンカーニバル覇者として、そして三冠チャンピオンとして東京ドームメインで川田俊明と9度目の防衛戦を迎えることになります。ファンの目はもうこの優勝戦の後から 5.1 東京ドーム大会に向けられることになります。そうですね、まあ本当に今保てるね、本当にベストの状態に持っていって、本当いい試合したいと思います。で、三沢さんにとっては三冠戦の連続防衛記録もかかってますからね。まあそれはあまり気にしないですけどね。で、今日この日本武道館に集まってくださったファンの皆さんは今日のあなたの勝利に酔ってそして痺れております。一言ファンの皆さんにお願いします。本当にね、今回本当に苦しいシリーズだったんでね、まあそれを途中でやめないでここまで持ったっていうのもファンの皆さんのおかげだし、本当今日もいっぱい来てくださって本当にいつも感謝してます。どうもありがとうございました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。勝ったのは2勝です。さあ、コッセイローランニング、チャンピオンカーニバルを優勝で飾った三沢光晴は今週すでに次なる目標に向かって動き始めていた。それは 5.1 東京ドーム川田俊明との三冠戦へ向けてである。今回は特別に時間無制限一本勝負、固定にも余念がない。無制限のね、時間切れっていうのはもう絶対ないんで、やっぱり絶対勝負はつくあれなんでね、やっぱり本当に勝ちたいっていう気持ちになればね、危ない禁じ手の技をもう出さざるを得なくなるような試合になるかもしれませんしね。三沢はあえて禁じ手という言葉を口にした。なぜならチャンピオンの座は遠さやすくは譲れないもの、そして何よりも 5.1 の三冠戦は全日本プロレス史上最高の戦いの場と言えるからである。今のプロレスをね、うちのプロレスはだからもう10年20年前のプロレスと一緒にされてみてもらっては困るんです。そのどう
ね、全日本が変わってきたっていうのを知ってる2人なんでね、まあ、プロレスっていうここだからもう20年近いですけどね、もうそのぐらいの歴史の移り変わりのプロレスを見せることができるんじゃないかなと思いますよね、川田とは。その川田利明も時を同じくして決戦へスタートを切っていた。栃木県鬼怒川、チャレンジャー川田利明も若手レスラーを引き連れミニキャンプを張っていた。 5.1 東京ドームでは全日本プロレスでの集大成を見せたい。次にもチャンピオン三沢と同じ身長で調整に臨んでいた。プロレス界に結局その何て言うんですかね、同じ団体にずっといる人の方が損するところありますよね。出てきた人の方がこう脚光を浴びる場合が多いですから。全日本の屋台骨を支えてきた意地がある。入門以来16年、その集大成の場が 5.1 なのだ。また三沢に挑み続けてきた三冠戦では過去先輩、これも川田の発信材料となっている。自らのレスラー人生に区切りをつけるためにも今回の戦いは川田にとって特別なものなのである。結局その結果を残さないともうダメな、なんていうんですか、年齢的にも、もうあんまり後がないですし、だから結果を残すためにもその大舞台で勝ちたいです。さあ、この川田利明選手、 5.1 東京ドームでは三沢との三冠戦が組まれています。三沢との三冠戦は6度目の正直、過去の三冠戦5戦は連敗しています。82年12月6日に始まった三沢とのシングル対決でも1勝10敗4引き分けと大きく負け越し、まあ、数値だけ見ますと川田の方が一方的に不利なように見えるんですが、その 5.1 東京ドーム三沢に勝つには川田は何が一番必要なんでしょうか。そうですね、もうあの精神的なもんだと思うんでね、あの、まあ、小さい時からやっぱり三沢に、教わったというかね、そういう師匠的なところを三沢にありましたからね、川田はそういうところにあのおじけづいてるわけじゃないんですけども、癖みたいなものがね、制限で行われるということで、よりこう白熱した試合が期待できますね。そうですね、まあ、今回だけはね、やっぱりどなたも、でしょう、後がないと思ってやるでしょうね、はい、調子もいいですからね、さあ、ジョニーエースが出てきました。今年2月には初めて三冠戦に挑戦しています。力がこもる、気合がこもります、ジョニーエース。さあ、田上の頭を捕まえていきます。対角線に捨ていったキックを浴びせていきました。そして DDT カバーに入ります。カウントは2つです。さあ、このジョニー・エース選手も3冠挑戦してチャンピオンカーニバルもう少し期待されたんですが、ちょっと、まあ、期待ほどいかなかったという声が聞かれましたよね。そうですね、まあ、やっぱりね、みんな上が力を持ってましたからね、はい。ただこのジョニーエース選手、今年のチャンピオンカーニバルでは初めてこの田上からも勝ち星を挙げています。内容的にはね、非常にいいものあったんですよ、はい、今一つのところだったということですね。そうですね、川田のステップキック、さあ、ジョニーエースの足元がふらつきます。次第に力がこもる、拳に力がこもります。エース、さあ、川田をスピンキック、ステップキック見舞っていきます。思い切っていった、
さあ GS まだ目は死んではおりませんが顔面のハイキックを浴びてしまいました。がっくりと前の方に倒れていきます。さあ川田ここで得意技ジョニー・スミスがカット。パワーボムに行くことはできませんでした。さあ世界タッグチャンピオンコンビが合体するんでしょうか。パワーボムとノドワの合体カバーするのは川田です。カウントが入る。カウント2で跳ね返していますジョニー・エース。さあしかし戦いが2つに分かれています。今度はストレッチクラブ、馬場さん引っ張り具合はいかがでしょうか。いや悪くないですね。はい非常にいいですね。川田のこのジョニー・エースの体が引きに入れそうなストレッチスラム。今ジョニー・スミスが救出に入ってきました。川田がこの厳しい目を向けます。エルボーの打ち合いだ。さあその姿にはエルボーの打ち合いジョニー・スミス抱え上げた。リバースの DDT、 リバースの DDT、 アジアタックのベルトを奪った時と同じ技のリバースの DDT。 川田そうですね、それでね、スミスがね、エースの体を起こしてやってカバーさせてやるぐらいの気が利くとね、この辺の余裕がまだ足りないということなんですね。はい、そして青コーナーと黒コーナージョニー・スミス、狙いを定めたミサイルキック。川田の胸元にヒットとしてお客さんにアピール、カメが入ってきた。喉を掴んだ。あわやといった表情が印象的でした。バックを取ったジョニー・スミス、手を取って肩をぶつけていきます。キングウィング式のベースロックにかかっています。さあ田上なんとかなんとかロープに逃れました。ロープブレイクボディースラムです。ニュートラルコーナートップロープへと向かっていくところ、川田が下からやってきました。エルボーで打ち込んでいきます。さあトップロープに今駆け上がってエルボードロップ、押さえ込みます。でもカウントは2つ。田植えなかなか反撃の糸口をつかむことができません。田植えの 5.1 東京ドーム大会では大森小川とのコンビでグラジエーター黒田穂坂の全トリオと対戦することが決まっています。今ようやく赤コーナー川田に渡しました。2人揃ってのハイキック見舞っていきました。ジョニーエースもやってきた。さあ世界タッグチャンピオンコンビとしましてはここから反撃ですね。そうですね。まずは田植えの喉輪落とし、そして川田が一旦にレーダー反戦組との対戦が決まっています。さあリングの中央ではカーダーパワーボム反転ることができるか。ジョニー・スミスが捉えます。さあジョニー・スミスへのクレーンが飛んでいる。日本武道会返していった顔面へのハイキック、リングを受け止めて投げ倒していきました。さあ今度はジョニー・スミスがバックを取る。カーダーがなんとかロープへ逃れました。さあそれを引き離さんとジョニー・スミス、ジャーマンスープレックスが変わるな。ダウンの数ですね。これは完全に川田止め組がやられてますね。そうですね、はい、ジョニー・スミスこういうところは素晴らしいですよね。負けるわけ
高山、柿原とがっちり手を組んでのシックスメンタッグマッチ。さあ、ルースカス、これどうだ、危ない、同点から乗った高山、おーっと、パッパッと狙った高山、やっぱ、今の落ち方危なかったですね。そうですね、こういうとこがね、やっぱりまだ受け身がね、できてないんですよね。そうですね、そういうところはちょっと、ひやりとする角度を打っていきます、高山ですが、どうなんでしょう、この一番危ないポイントというのは何とか逃れたんでしょうか。今オブライトを攻め込んだ高山に対しましてウィリアムスがカットに入りました。そしてリングの中はウルフです。でもまあよく脳震盪を起こしましたね。今非常に危ない角度、今の一連の技を見ましても高さぶりにこのオブライトがかつての危険さというんでしょうか、デンジラスさを増して帰ってまいりました。さあリングの中はウルフと高山です。前回は高山柿原組がこの日本武道館のリングの中で小橋健太秋山純名勝負と言われる戦いを見せまいりました。リングの中は小橋です。ウルフロープ飛ばしてキッチンシンク、もう一回ロープに飛ばしていった、もう一発キッチンシンクだ。さあリングの中央190センチ120キロのウルフを抱え上げるか、腰を落とすウルフ、対空時間の長いブレンバスターはまだ落とさない、まだだ、ブレンバスター対空時間10秒は超えたでしょうか。小橋健太のブレンバスターウルフに放ってまいりました。この小橋健太は 5.1 東京ドーム大会では両雄でもありますジョニーエースと組みまして三半戦レイダーとのタッグマッチ、朝にスペシャルタッグマッチであります。小橋から秋葉原さんです。グリーンのショートサイズ髪の毛を短く刈り込んでまいりました。あとこの辺りは秋から予期できない攻撃なんでしょうか。今シリーズは井上正夫ですが、いわゆるプロレスの身の上手い選手と対戦しまして自らのプロレスの幅を広げてまいりました秋葉原正人。さあ秋葉原から高山、この高山組が青コーナーに控えますウィリアムス・オブライト、かつての世界タッグのチャンピオンにいわば挑戦するという形になります。オブライト、馬場さん、このオブライトが一気なく勢いがついてますね。そうですね、どちらかと言いますとこのウィリアムス・オブライト、まあ、動きの方はやや遅めですが、まあね、あの関節技とか減ったものをやるには俺の方がいい、キャリアがあるぞというようなことをやっぱり訴えたいんですよね。なるほどね、この高山の身長は分かりますよね。そうですね、高山柿原を相手にしましてそのオブライトの流行る気持ちというのが抑えられません。サリングの地をもう一回ブレンバスターで持っていくか、やっと腰を落とすウルフ、今度は逆に返していったウルフのブレンバスターです。このウルフはチャンピオンカーニバルは2勝10敗勝ち点4ということで、まあ、全敗の泉田がいますので大会は免れましたが、このチャンピオンカーニバルの難しさを味わったことでしょう。さあリングの中はスティーブ・ウィリアムズと小橋健太、この小橋健太は去年優勝決定ともえ戦に進出しましたが優勝を逃しました。今年こその思いを掴んだのが今回の勝ち点の上で見込まれました。さあ小橋膝から落ちた小橋、こちらのウィリアム8勝3敗1引き分け、2017はハンセンと並んで5位タイという成績、かつて2回準優勝を経験したウィリアムズですが今年も優勝決定戦進出は逃してしまいました。そう考えますと馬場さん、今年のチャンピオンカーニバルも非常に厳しい戦いになりましたね。そうですね、このねウィリアムズは本当に強いんですよね、ただやっぱりやられたのは受け身の下手っていうね、それがもう致命傷ですよね。
やることは素晴らしいんですがね、やられることになると、いざもうやられてしまうとね、受け身を取れないものですからね、やっぱりダメージはうんと大きいんですよね。そうですかね。ウィリアムスの個人的な最終戦、秋山との勝負に勝っていれば決勝進出に望みがありましたが、それに引き分けました。そういった面では今日の試合はシリーズの鬱憤を晴らすには もってこいの試合となっております。ウィリアムスからウーフにタッチです。リングの中は小橋とウーフ、手前トップ。さあ今日はこの小橋が高山、柿原とタッグを組んでいます。ちょっと高めた、カバーに入ります。この6人が揃いますとリングが非常に小さく見えます。6メートル四方のリングなんですが、大男6人に接見されています。コーナートップに立ち上がったルフ、リングの中はコバシ、ショルダータック。この辺りは重量感があります。こうやって見てますでしょ、ええ、で小橋なんかさっきやられましたけどもね、はい、ちゃんと落ちるときに非常にいい受け身を取ってますからね。なるほどね。あの僕は心配してませんよね。そのなるほど。だからそのどうやって受けたかというところでね、あの勝ち負けが決まりますからね。パワフルと決まっていった小橋。先ほどはウィリアムスに散々に攻撃されましたが、こういったところは試合の中でよく読んでいます。そしてなんといっても受け身が抜群、相手の技をしっかり自分の受け身を取ることによって技を半減します。あっとウィリアムス、118キロの小松健太を高々と抱えて、あと勝負に持っていくのか。リングの中に落とします。リングの中を半身に立ちましたウィリアムス。小松、ウィリアムス、オブライト、今この画面が見ている今チャンピオンカーニバルの優勝決定戦に進むことができませんでした。このシリーズのあとダブラーズブレッツ、距離が出ました。小橋は投げられても、決して頭とかね、その打ってませんからね、しかしその受け身の上手い小橋に対しまして、フルネルソン対戦に持ち込まれた。ここで柿原がガットフラッシュネックブリーカー、小橋のピンチに柿原が立ち上がりました。さあその小橋に柿原が勝った。クリーンなショートライズ、ドロップキック、おっと背中のあたりにドロップキックだ。腕を取った、おっと川沿いから川沿い、そして膝上に一瞬の流れだ。これはあまりにも青コーナー、相手陣営が近づきました。さあ今度はオブライト、おっと返していった93キロの柿原が160キロのオブライトを投げていった。足を突っ込んで、どうだ、抱え上げられました。前に取った、この辺りの重量感、あとコーナーに誰もいない。今回ようやくウィリアムスが立ち上がりました。青コーナーは今若干分断されております。ダイエット、コーナーの高山、そして小橋にもエルボーを打っていったウィリアムス。ウィリアムスの中は高山、あとさあこれはピッチだ、先ほどピッチだ、先ほどピッチだ、ボム小橋カット、軽量の柿原が高々と宙に舞いました。さあウィリアムス、オブライト相手にいいところを見せるか、バック見ました。さあこれは一射、殺人バックループの体勢だ。早山がストップ、早山がなんとか勝ってきました。さあ柿原から高山、大塚では負けていない。さあ引く、さあウィリアムスの出方を伺う高山、自らロープに飛んだ。さあ引く一発だ、おっと体重を浴びせかけましたウィリアムス。ユニットストバックに当てていく、5.1 東京ドーム大会で相場見えるこの両雄であります。高山、柿原組やウィリアムス、オブライト、まさにスペシャルタッグマッチを 5.1 東京ドームで披露しますこの両雄です。試合経験の体制になった。リングの中央はナックルパワーと見た、さあバックドロップの体勢だ、バックドロップの体勢だ、小橋カット、おっとさあドッパーボーの体勢は柿原がカットします。さあ次の攻撃は何だ、ちょっとお互い出方を伺っているぞ。おっとおっと体勢は中途半端だが、のどは田上明にも散々その
技の痛み重さを知らされました。その喉輪落とし、この高山義弘が打っていきました。196センチ115キロ、この体格を生かしたこのハイキック、重量感があります。おっと喉輪も一発、さあ激しい逆十字の体勢だ。両軍に入り乱れる、オーライトが柿原、そして小橋がウルフ、第3試合には久々にジャンボ審査が登場。第6試合は田上明と FMW で活躍中のザ・グラディエーターが激突。第9試合はカーニバル準優勝の秋山純対舘ひろしのアマレス指定対決。